皆さんこんにちは。カタールワールドカップをベスト16で終えたサッカー日本代表、ドイツ、スペインと強豪を撃破してグループステージ1位突破の快挙を成し遂げましたが、目標としていたベスト8には届きませんでした。日本だけでなく世界を沸かせた日本代表、元日本代表フォワードで現在はサッカー解説者として活躍する城彰二さんは、カタールワールドカップでの日本代表の戦いぶりをどう評価していたのでしょうか。今回は元日本代表経験のある城彰二さんが、4年後のワールドカップに向けて改善すべき点をどのように捉えているのかをご紹介いたします。ぜひ最後までご視聴ください。カタールワールドカップの森保ジャパンの戦いを見た感想として、カタールワールドカップ4試合を戦った森保ジャパンの評価を採点するとどうなりますかという質問に対して、50点ですね。ドイツ、スペインに勝ってグループステージを首位で突破したのは紛れもなくすごいことですし、本当に歴史的なこと。でも森保ジャパンの目標は何だったのかというと、ベスト8ですよね。結局ベスト16で敗退し、目標を達成できなかったことについては大きなマイナスですと回答をしています。日本では森保ジャパンの歓迎ムードが高まっている様子について、世間的にはドイツ、スペインに勝ったから OK みたいな感じになっているけど、日本は過去にもベスト16まで行ったことがあるんです。森保監督はその上を目指すと公言していたけど、それを成し遂げることができなかった、目標を達成できていないことに関してはもっと厳しい視線を向けていくべきだと思いますけどね、と今回の目標を未達成であることを強調しました。また攻撃面での構築について、森保監督は攻撃をどう考えていたんでしょうね。三笘選手や伊東選手ら、この能力だけで勝負させようとしていて、ワールドカップでは2人、3人が連動して動いたり、ダイレクトプレーで数人が絡んだりする攻撃がほぼなかったのです。そうすると個の能力で勝てなくなった、それで終わりになってしまう。試合を見る限り攻撃面はかなり物足りないですし、うまくいっていなかったと思います。ドイツ戦、スペイン戦の采配は評価できるがと采配は認めつつも、課題を感じているようです。さらに森保監督の采配について聞かれると、ドイツ戦、スペイン戦は前半耐え抜いて、後半にメンバーとシステムを変えたのがハマって結果を出せた、それは評価できる部分だと思います。でもそれだけですよね。コスタリカ戦とクロアチア戦は同じ感じでやろうとして、それがハマらなかった。一度うまくいった戦術を順番に繰り出していくみたいな感じで、状況を見ながらどのような選手と戦術が必要か判断し手を打ったという感じではない。森保監督はワールドカップ最終予選の時から、疲れてきた選手を入れ替えて終わりみたいな選手交代がすごく多かったんです。あらかじめ決まった手段を出していく、それがたまたま当たる感じで、そこから先がないんですよ。だから今回最後は残念な結果に終わってしまったと思います、と采配についても分析していました。そして森保監督個人の評価について、正直全然評価していません。東京五輪世代を起用し、選手は経験を積めた、そしてドイツ、スペインにも勝ったけど、監督としてはどうなのでしょう。ワールドカップ前はベスト8に行って新しい景色を見ようと言っていました。でもドイツ、スペインに勝ったことで新しい景色を見られたみたいなことを言い始めましたよね。それは違うと思うんですよ。その2試合は戦術がハマったし、選手も頑張ったので結果を出せたことは良かった。ただ何度も言いますが、本当の目標が何だったのかを忘れてはいけない。森保監督は東京五輪でも金メダルを目標にしていましたが、メダルには届かなかった。東京五輪と同様に今大会も結果を残していない、最終目標を達成できていないので評価できないと考えるのが妥当だと思います、と高い評価をしていないことを述べられました。今後の代表監督続投の話について聞かれると、カタールワールドカップでの日本の戦いや森保監督の采配などがきちんと検証されていない中、
そういう話が出てくるのはおかしな話ですし、個人的には反対です。ドイツ、スペインに勝ったから良しとするのでは。今後も何も変わらない。日本がベスト8に行くためには何が必要なのか。森保監督のサッカーは、今回結果を出したドイツ戦、スペイン戦に見られるようにリアクションサッカーです。サッカーであれだけ守備を固めて戦えば簡単には失点しない。でもワールドカップではベスト16で終わった。その先を考えると、もっと攻撃的に行く必要があるし、ベスト8以上の経験も必要になってくる。そこに対して森保監督の能力を考えると、もう一杯一杯だと思います。今の森保監督とスタッフの力では無理だと思いますし、コーチは世界を経験していないんですよ。100歩譲って森保監督を続投させるなら、コーチやアドバイザーに経験値の高い優秀な外国人を入れないとダメでしょう。彼らの力を借りてチーム作りをしていかないと、この先さらに上へステップアップするのは難しいと思います。また次の監督の理想を聞かれると、次の監督はの理想は、しっかりとアクションを起こし攻撃の構築ができる監督が理想でしょう。本当に良い人がいたら4年間ではなく8年間を任せるぐらいの感じでもいいと思います。日本は4年周期で監督が変わり、その都度スタイルが変わるので、未だに日本のサッカーが確立されていないですし、選手も対応の変化を求められて大変です。時間をかけてみっちり攻守を作り上げていけば、リアクションサッカーだけに頼る戦いはなくなる。そこで初めてベスト8が見えてくると思います。と、ベスト8に向けた監督選考を考えるべきだと主張していました。また、具体的な監督名を聞かれると、ユルゲン・クロップ監督がいいと思います。彼がドルトムントを指揮していた頃、奥寺さんとドイツに行ったことがあって、そこで少し話をしました。日本や日本人に興味を持っていましたし、香川をはじめ日本人の扱いも慣れている。しかもコミュニケーションというか伝え方がうまい。ドイツ人は勤勉で真面目だし、日本人にも通じるところがあるのでいいかなと思いますね。ジョゼップ・グアルディオラ監督も面白いけど、あんな高度なサッカーを日本ができるのかと考えるとちょっと厳しい。ディエゴ・シメオネ監督もいいかなと思ったけど、守備から入るので、それじゃあ今までとあまり変わらないですからね。と、3名の海外監督の名前を出しておられます。最後には、4年後カタールワールドカップがベスト8を狙える最後のチャンスだったということがないように、この成長や監督の選考も含めて最高の準備をしてほしいと思います。と、今回ベスト8進出できなかった日本代表の今後についてコメントを残されていました。いかがでしたでしょうか。今回は元日本代表を経験している城彰二さんが今回のワールドカップについてコメントをされていたのでご紹介いたしました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。